子供たちもまたおもちゃを作る。日常転がっている紙や空き瓶、空き缶を使って夢を作る。ロボットを作る。オキシダントや排気ガスを吸うロボット。交通戦争をなくすロボットを作る。南泰山のふもとに広がる平野の一角、栃木県下津賀郡壬生町におもちゃの町が作られた。世界の子どもに夢と希望を合言葉に、輸出玩具メーカーが集まり、幾多の困難を克服しつつ共同で開発建設した輸出玩具工場団地がこれである。この団地を強力に推進した玩具団地組合会長富山氏は、これはね、私どもそのおもちゃ屋が大体においてその自然発生的にたくさんできたところは東京の下町なんです。下町でこれはね、葛飾区をはじめ江戸川区にしても、あるいは墨田区にしても大体海抜ゼロ地帯、それで、終戦直後でしたけども、やはり水害にあって1ヶ月以上も工場を休んだことが、こういうところで輸出産業、特におもちゃの輸出産業をいつまでもやっているということは危険である。なんとかして水害の憂いのないところに実は我々は引っ越していかなければいけないという考えのもとで、この団地を作る決心をしたわけです。